どうもタクタクです。今日はねドラゴンクエストウォークリリース日ということで、普段家にね閉じこもってゲームばっかりやっているんですけども、まあ結局やることはゲームなんだけどね、はい、ドラゴンクエストウォークをこの札幌のこちら大通公園、札幌の中でもかなり有名な観光地ですねにある、見えてると思いますけど、札幌テレビとここで実はご当地のイベントができるということで、今日は早速やってみたいと思います。札幌テレビ塔はね、ちょっとはい、ここになんか黄色と緑のあるじゃないですか。これね夏場だけだと思うんですけど、ここからこのちょうどこの指のあたりぐらいからこうバンジージャンプができるという、展望台もこう上にこのね、これ新しいなこの表現こう展望台になってるんですけど、ここから、まあ、バンジーを飛んだら多分死ぬ。ここからじゃないんだけど、ここからね、ここから、この辺から飛ぶという感じ。ちゃんと展望台もここにあるよという、そういうとこ。うん、まあ、昔ね、こっち側に、今もありますけど、NHK があるんですけど、その NHK の、テレビを送信するための、電波塔、それがテレビ塔なんですけど、ここにちょっとご当地イベントがあるので、やっていきたいと思います。暗い。ちょっとこれ、明るさむずいな。はい、じゃあ、ちょっと、まずやり方というか、僕も初めてなんでね、分かんないこと多いですけども、テレビ塔をこれをタップすると、クエスト制限時間、まあ、これはイベントへですね、イベントへといって、札幌の街を目指そう、はい、札幌だ、札幌じゃないんだ、札幌の街で、これを、はい、進めていく、あ、ジンギスカンがもらえるんだ、これ回復アイテムかな、書いてないわ、出てこないですね、まあやってみましょう。開始。で、まあ、導きの力をちょっと中断して、やりましょう。これ、ダウンロードあるんかい？はい。お、来た。ドン、ランドマーク。さあ、わしから挑戦状だ。この近くに札幌の街がある。そこへ向かうがいい。急な知らない人出てきたの。大分市なら、造作ものあるまい。たどり着くことができれば、褒美にお土産をやろう。お土産がもらえるんだってね、たくたく挑戦してみようよ。これでまあ目的地を目指すということですね。あー、どうしようかな。大通りビッセ、大通りビッセ、よし、ここにしましょう。北海道中央バス事業部という、多分バスセンターっていう駅があるんですけど、バスセンター前かな、そこに行ってみましょう。普段こうやってカメラ回しながら歩くことがないから、めちゃくちゃ喋りながらやってると恥ずかしいですね、これ。あそこですね、バスセンター前って駅じゃなかったかも、中央バス札幌ターミナルっていう場所だ。うん、ちょっと行ってみましょう。途中結構モンスターも出てくるから、止まりながら倒した方がいいかな。歩きスマホだとね、結構いろいろ問題になってますからね。人通りがないから結構快適にできる、ここは。オッケー。あ、これなんかベンチに座りながらできるかも。ちょうどベンチがある、こういうベンチがあるので、ここでやりましょうか。そして、はい、こっちには劇団四季の劇場があるというね、テレビ塔来た時にすごいカメラブレてる、劇団四季も見に行けると。よし、来ました。じゃあやっていきましょう。札幌の街ストーリー、はい、ボーイたちたどり着いたようだな。はいはい、ちゃんとこうやってね、その場の名物とかも言っていってくれるんですね。うん。これお土産くれるだけ単に。あ、これでも終わりなんだ。超簡単じゃん。戦わなくていいんだ。へえ。とにかく目的地に行けばお土産がもらえるよと。あ、もらった。ジンギスカン。やった。どんな効果があるんだろう。あ、これだ。お土産ってやつだ。お土産、はい。へぇ、特に効果があるわけじゃないのかな。あ、
なるほど、各地にあるお土産を集めるっていうアイテムなんですね、これは。なるほどね。朝8時 NHK で放送中、夏空見てください。何の番宣や。せっかくなんでテレビ塔あって NHK あるんですよ。あってで、あっちの方、ちょっと分かりにくいですよ、あっちの方に時計台があるので、ちょっと時計台まで行ってみたいと思います。これをちょっと開放して、はい、新たな出会い、ちょっとここまで行ってみましょうまたただ行くだけのクエか。ボスとかと戦いてえな。ボスいねえのか。ちょっとこのストーリーはまた後から読もう。で、行き先、目的地が、時計台が目的地にできない。時計台が目的地にできないので、時計台の近くにアクセサリー屋さんがあるので、4°C ブライダルですね、こちらに行きましょう。今ソニーのビデオカメラで撮ってるんだけど、めちゃくちゃ重い、左腕が痛い。オズモポケットが欲しいわ。今後ちょっとね、ドラゴンクエストウォークの動画人気出たら、オズモポケット買うかもしれませんね。はい、こちらご覧ください。こちらね、はい、ズームしますよ。 HTB の新社屋ですね。オンちゃんがそこにいます。タクタクさんは HTB の水曜日、毎週水曜日深夜1時55分鉄作ハウスに出てるのでね、見てね、みんなね、頼むよ、北海道の方は特に。不思議と、なんか目的地が時計台に似ているっていう、でも違うっていう、ちょっとずれたところだね。よっしゃ、やってみましょう。アンバの街。いや、ここもポストないんだよね。確か観光地めくっただけの回や、今回は。まあ、いっか。こういう回でもね。こういう回でもいいや。あ、なに？誰か仲間になるってことこれ。あ、リョコが仲間になった。ええー。加わったね。名前の姿は準備画面からいつも変更できる。ええー、すげえ。なんか、しかも本当に北海道っぽい服装じゃん。あったかそうな。これみんな一緒？もしかして。一緒か。リョコ。リョコちゃん。はい、ということで、ドラゴンクエストウォークを札幌の中心部、大通公園とテレビとあと、時計台ですね。やっていきました。結構ボスとかも、ご当地にいるのかなと思ったんですけど、まだね、ちょっとそこまで行けてないんですが、まあそういう情報ね、分かり次第また、やっていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。